じゃあまず鍵管アプリで、ドアが閉まっていますので、これを開けます。開けるとドアが自動で開きますので、中に入っていただきます。はい、中にはこうやって商品が並んでいます。で、1回あたりお取りいただける商品の数は、決まっているんですけども、その範囲で1世帯の方、商品をお選びいただいて、次はその商品を何を持って帰るか選んでいただいて、バーコードに登録します。例えばこのスパゲッティ、これをですね持って帰るというふうに思った方についていくか、こちらの QR コードを読み込んでくださいというふうな状態になっていますので、QR コードを読み込みます。はい、今私の QR コードが読み込めました。今度は商品のバーコードを読み込んでくださいという状態になりますので、商品のバーコードを読み込みます。そうするとオーマイスパゲッティ 1.5mg を1個というふうになるので、これを登録するというふうにすると、登録完了というふうになったら、私がこのスパゲッティを1個持って帰ったというふうな作業が完了になります。で、次の利用者の方が QR コードを読み込む画面になったら、これで作業が完了です。で、帰られるときには、これは皆さんにお願いしたいのが、ぜひとも寄贈いただいた方へのお礼のメッセージを書いていただいて、箱に入れといていただいて、また帰りにはこちらのドアから鍵を開ける、このアプリを使ってですね、で、今また閉まっていますって状態になっていますので、開けて帰っていただくという、これが一連の流れになっています。